こんにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。この動画ではシャオリウチュウを紹介します。沖縄と関係がありそうな名前ですが、特に関係はありません。シャオリウチュウはここにあります。そう、この小さい島がシャオリウチュウです。シャオリウチュウにはドンガンからフェリーに乗っていきます。ドンガンについては別の動画で紹介しているので、そちらもご覧ください。概要欄に動画のリンクを貼っています。フェリー乗り場の場所についてもリンクを貼ってあります。公営と民営の2種類のフェリーがありますが、到着する港が違うので注意してください。基本的には民営の方で大丈夫です。ではここからはシャオリウチュウの様子を写真でお楽しみください。フェリー乗り場周辺です。島にはバスが走っていますが、旅を楽しむにはバス以外の移動手段を使った方がいいと思います。そうする場合はフェリー乗り場付近でレンタルしましょう。私はバイクを借りました。まずはここに来ました。ガイドブックなどでよく見る岩です。移動します。シャオリウチュウにはこんな感じの民宿がたくさんあります。まさにリゾート地です。この辺に来ました。移動します。漁港に来ました。これが今回レンタルしたバイクです。続いてこの辺に来ました。移動します。南端の漁港に来ました。移動します。
島の内部に少し入ってみました。移動します。東側の漁港に来ました。公営のフェリー乗り場もあります。移動します。東の端に来ました。適当にドライブしてフェリー乗り場に戻ります。フェリーに乗ってドンガンに帰ります。いかがでしたでしょうか。本当に素敵な場所だと思いますので、ぜひ行ってみてください。この動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。良かったなぁと思っていただけましたら高評価をお願いします。また、これからも台湾のことを発信していきますので、ぜひぜひチャンネル登録をお願いします。